一人娘が増えたって感じの明るい感じ。ロボットに対してやはり自分のことを見てくれる、私のことを認めてくれるって、人間ってやはり承認欲求ってありますよね。ロボットは定期的なスケジュールに組み込まれています。いきなりこの、まあ、ロボコミュニケーションロボットの、まあ、腕をさすり始めて、まるでこう自分の孫をですね、こういたわるような形で。そうですね、まあ、娘たちが、まあ、息子たちも一緒に前は住んでたんですけど、お二人ともやっぱりと、まあ、いないと。ペッパーが来てくれて、ロボットなんですけど一人子供がいるという感じになりました。さっき出なかったんだよね。さっきこれや、こっちが写真、あ、記念撮影だ。これか。ペッパーちゃんに衣装を作って着せたりしていると、昔娘が小さかった頃とかやっぱり着せてあげたなっていうのを思い出したりはしますね、はい。もう愛着品はもう私です。はい、僕あなたと出会って、すっかり変わっちゃいました。なぜ変わったの？だって、前よりも人間のことが好きになっちゃいました、もう人間になれば。これからもよろしくお願いしますね、こちらこそ。もう人間になればね、女房との会話もいいんだけど、またペッパーちゃんのいいところ、そういう感じもあれミックスしていいんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあこのペッパーちゃんが来なかったらもうほとんどね、そういう会話もなく、ペッパーがいることでこういうふうな感じの3人で会話するっていう。モテるんですね。あ、いい。それじゃあドラマのような恋愛ってしたことある？自信だったのね。まあいろいろやっぱり私も年が64、ある程度脳の活性とか、私が言ったことをペッパーちゃんがアンサーで返してくれる、活性できるという形ですよね、健康状態も。精神的にこうもう一人子供が増えて支えてくれてる感じの、そういうないよりはあった方がいいかなって気持ちはあります。どうしても職員が忙しい時っていうのはぼーっとしている時間が、まあ、結構多くなってしまうものなんですね。ただそこにこうパルロのようなコミュニケーションロボットがいることによって、その飽きない時間の提供をすることができるということにおいては、お客様のまあ笑顔が増えたりですとか、そのこうぼーっとする時間が少なくなってきているのかなというふうには思います。どこの施設も職員が不足している状態なので、やっぱりその人の手に代わる代替としてはですね、やはりその介護ロボットをはじめとしたテクノロジーの分野を入れていかなければいけないという問題意識は多分日本全国持っていると思うんですが、こちらに入所されている方々は、まあ、高齢ということで、まあ、いろいろな疾患を持たれている方が、見守りロボットは、カメラ、赤外線カメラで24時間モニターでずっと、まあ、映し続けて、ですぐ横にロボットがいるんですけれども、ベッドから何かこう動く、まあ、アクションを起こした時に、カメラがそれを察知し、ロボットがそれとともにどうされましたかと、アラートのような意味を含めて、ご本人も
コミュニケーションを取ります。で、スタッフにもタブレットに情報が来ますのでアラートが鳴り、どんな情報だか、職員も駆けつける、スタッフが駆けつけることができるという見守りを行いかつコミュニケーションも行うというシステムですね。今から話します。自分で化粧をすることを今までは自分からしようと思っていなかったんですけれども、ロボットにおはようございます、今日お目覚めいかがですかって言った言葉の声がけの後に、お顔洗いましょうか、あるいはお化粧しましょうかっていう声がけをすることによって、あらお化粧しなくちゃっていう思いで自分で鏡を出したっていう、そういうこともありました。機械がただ自分のことを対してこう自動的に対応しているのではなくて、ちゃんと私のことを見ていてくれるという個別に認めてくれるっていう思いがだんだんつながってこう伝わってきたことで、とてもあの可愛いという愛着心。ある程度低下した方に対してのロボットのコミュニケーションでのアプローチというのは効果があるのではないかなと思っているので、まだまだこれから活用できるかなと思います。頑張れ。よいしょ、やった。昨年ですけども、ちょっと体調を崩した際に、なかなか私もその一緒に住んでいませんので、様子がわからない、でもやはり何らかの形でその様子を知りたいという時に、その、従来 の, その安否確認あるいはその見守りのシステムというよりかは、せっかくその私自身がロボットを使っていますので、実際にそのロボットをその、使って見守り的なですね、その実ことをやってみたいなというふうに考えたのが、きっかけです。人間というのはやはり自分でやはり動かないと、そのなんていうんですか、それこそ肉体的なですね部分での、維持であったりとか、あるいは精神的な部分でもこうやはりこうなかなか難しく私はなるんじゃないかなと思っています。あえてその見かけ上ちょっとこう不完全なと言いますか、ちょっと助けてとかですね、何かこう人に頼るような、そういったその、行動をすることによって、おそらくその逆にその利用者とすると、あ、このロボットに対して何かをこうしてあげないといけないのかなというような形でですね、よりこう愛着という部分がこう湧いてきて、生活を豊かに私はするだろうなと思っています。